皆さん、こんにちは。インスパイアのことです。今日もユースリムを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします、はい。今日はですね、2020年8月16日ということで、いよいよお盆も最終日になりましたが、えー、そんな今日ですね、皆さんにお届けしたいのはですね、また新しいガジェットというかですね、えー、ツールをね、紹介したいと思うんですけど、 そちらがですね、何かというとですね、ここにあるんですけど、はい、こんなものなんですが、よいしょと。はい、なんかね、ここからタイプ C のですね、ケーブルが出ていますけど、なんだこれみたいなものがね、ここにあると思うんですけど、これを今日紹介したいと思います。では早速ですが、まずこちらをご覧いただきましょう。どうぞ。 はい。こちらは幕開けですね。クラウドファンディングで有名な幕開けの方で、以前に購入したものなんですけど、まあ、ちょっとですね、到着してからレビューが遅れましたが、ここに書いてますように、ワイヤレスで PC、スマホ等の映像をディスプレイやスクリーンに映し出すことができると。ミラーリング USB-C ハブというふうに書いてますねで。こちらのものをですね、今日は紹介していきたいというのですけど、はい。えー、まずですね、 実際の例でちょっと紹介してきますねはいここにあります、えー、これね、ねこうちょうどピタッとねちょっと磁石でこうピタッとこうくっついてるんですけど、こうないですねあんまり強い磁石じゃないんですけど、こういうふうにこうくっついてるんですがで、この中のこっち側のものですね、これが送信機になります。でこっち側が受信機になります。なので、ここを例えばタイプ C ですから、 MacBook Pro とかのにつないで、こっち側の方ですね、こっち側の方を、例えばプロジェクターとかにつないでおくと、以前はここがですね有線だったのに、無線でできるというわけですね。では、早速なんですけど、まずはですね有線の方からですね説明していきたいと思うんですが、はいえちょっとしましょうか。はいじゃちょっとだけ皆さんご覧いただきたいと思う。す。 よしょはい今ここにですね、はいえー、プロジェクターが置いてあると思うんですけどこのプロジェクターで向こうの壁に今から投影をするんですがちょっとね、えー、電源入れてみましょうはい、はい、今ですね、えー、電源がついてちょっとね <laughs> あの何も映ってませんけど今バーッとね映した状態ですでまだここからですね、まあ、ケーブルが今出てるんですけどえー HDMI ですね。HDMI でも VGA でもどっちでもいきますけど、こちらのものと、えー、まずパソコンを繋ながらなきゃいけないので、こちらですね。HDMI のやつでハブを入れましてで、こっち側がタイプ C ですね。タイプ C のものでパソコンにつないでいきます。はい。よいしょと。はい。繋ぎましたので、もうすぐ認識されると思うんですが、 今認識したかなはいこれ今認識したのでおそらく皆さんにはですね何が映ってるかですね見えないと思うんですけど光がね強すぎてるです、ね、今僕のパソコンの映像がここに今映ってる状態になっていますで、まあ、これで普通にですねセミナーとかがこうやってねできるわけなんですけどで今回はこれをですねこの有線ケーブルを使わないで えー、無線でできるということなので、ちょっと一回抜きましてですね。はい。抜きまして、はい、ここのとこですね。このプロジェクターから出ている、つないでいる HDMI の先っぽをですね、これじゃなくて、今度はさっきのですね、これですね。はい。送信機につなぎますで。送信機側の方ちょっと見てもらったら分かるんですけど、 ここのとこに、はい、HDMI の端子と、そして VGA の端子、そしてですね、ここにイヤホンですね、えー、の端子と、そして Type-C の端子があります。なので、まずはここのとこにですね、HDMI の端子のところに、えー、挿したいと思います。で、これだけではね、電源供給がないので、電源供給しなきゃいけないので、はい、ここの Type-C の横ですね、 タイプ C のところにこれをこう繋いでですね、行きましょうと。よいしょと、はい。そうしましたら、これの反対側の方ですね、ここのところですね、これは、えー、イゼルって読んでしょうか、の商品なんです。ここの Wi-Fi のところがですね、えー、点灯したのが分かると思う。でこれで、まあ、あの受信側の設定ができた状態になっています。なので、ちょっとこれをね、えー、設定した今状態にいたしました。で今度は あの反対側ですね、送信側ですね、はい。さっき紹介したこちらのものなんですけど、はい、ここには USB のポートが2個と、そして SD カードと、あと、S、ミニですかね、ミニ SD ですかね、もあります。でこれをですね、えー、パソコンの方に、はい、タイプ C ですね。ので、えー、まずつなぎたいと思います。はいえー、接続したいと思います。よっしと。 はい。接続しましたら、今ですね、えっ、ー、と、読み取りが、えー、終わったので、ね、ちょっと一瞬暗くなりましたで。これで設定が終わりましたと。で、今度は、あ、そうか、繋いだら分かりにくいかな。はい。えぇ、ー、これだと写せないかな。はい。えー、ここのとこにですね、あ、ちょっともう一回やり直しましょうか。はい。ここですね。えー、ここのとこに、 はいえー、Wi-Fi のマークがね、えー、同じくついてると思うんですけど、これ繋ぐとですね、ここが、えー、点灯します、えー。点灯した状態になってるんだけど、ここのね、黒い点があるんですけど、この点灯をポチッと押すると、ここからこう、まあ、あの、電源が入った状態になって、電波を飛ばすと。で、反対側の方で受信する。反対側の方にも、えー、黒いポッチがあってですね、押すとですね、うまくいかない場合は、それで、えー、受信の設定になります。では、これで、 繋いでいいいきたいと思いますはいでは今パソコンにつなましたのではいこれで今読み取りができたと思ったら、はいますからここでさっきの黒いポッチをですねちょっと皆さんお見せできないんですけど線が短くてですねはい黒いポッチを今押して押しましたとそうしましたら、えー、ちょっと見えないかもしれませんが waiting for connection というふうに、えー、今画面に出ていると まあちょっとだけ時間かかりますね。読み込み前ですね。この waiting for connection っていうのが終わりましたら、えーまあ、ボンと、普通の,あのプロジェクターで優先と同じような形ですね。えー、ボンってあるんです。とか,かまだ読み込みになっています。はい。はい、これ出ました。ボン。なん,かなんとなく出たの分かります、はい、あこ,このぐらいの方が分かりやすいかな。今僕のですね、えー、OBS の画面とかが、 出てるのでなんとなく動いているのが分かると思うんですけど、こんな感じで表されるわけですね。そしたら、これ無線でできるよということで、便利ですで。何が便利かというとその、例えば僕のような仕事をしている場合、そのプロジェクターとパソコンの位置が結構です、ね、離れている場合にケーブルが届かなかったりすることがたまにあるんですよ。でえー、と主催者側の用意しているものだと短くて届かなくて。 て僕がパソコンから、ですねあパソコンじゃないカバンから長いやつを出してきて、ですねこれでやってくださいみたいなことあるんだけど、あの何メーターもあるです、ね、あのケーブルのですね HDMI ケーブルと VGA ケーブルを持ち歩くと、結構ね、これ鉄なんで重たいんですよね、持ち歩くと。だからできれば持ち歩いたくないと。で、これだったら非常に今だと軽いので、だからいざという時にこれでですね線で繋いでいくことができれば、かなり楽チんだなということで、えー、僕が今回用意したもの。 けどでこんな感じで,です、ねまあ、あのプロジェクターに投影することができるというものなんですね。でまあ、これだけでも便利なんだけどもっと便利なのがあるのでちょっと紹介したいと思いますが、はいえー、ではちょっとです、ね、1回抜きますね。はい、抜きまして、はい、こちらさっき言いましたように t y p e C でつながるわけですから t y p e C のものであればいいわけですね。 はい。たまたま今ですね、僕がやってるゲームですけど、ゲームの画面がここ出てるんですけど、これ iPad ですねで。iPad Pro は下の端子が Type-C ですので、まあ、これもライトニングでもね、あのここで変換すればいけると思いますけど、ここのとこ、ちょっとこれ一回閉じときますね。はい。これで Type-C のとこにね、これで繋いでみたいと思います。はい。そうしましたら、出るかなこの上のとこに、 はい、4G って書いてると横のとこに何かが突き刺さったよっていうマークがね、えー、出ていると思うんですね。でこれでつながった状態になっています。なので、えー、これではい、えー、さっきのですねこのとこが白く点灯しているので、やっぱりこれ iPad から今電源供給した状態になっているんでしょうね。でここ、ポチっとしましたら、えー、もう今見えますかね。ちょっと分からないと思うんですけど、 あな,んな,なんとなく分かります。なんとなく分かるかな。どうしても光もんはね、こう難しくて今うまく投影できないんですけど、あの僕の iPad の面が今前に映じゃあこれでちょっとゲームの画面ですね。これを押してみましょうか。はい、こうやったら変わったの分かりますかね。はい、そしたらですね、ここのとこで、例えばまあ何でもいいんですけど、なんかここでちょっと操作してますね。 よしょとでこれで、はい、ここのところの、はいえー、統計って、ここですね。ちょっと分かりますかね、音が聞こえてると思うんですけど、これ、プロジェクターから出てる音なんですね。この iPad じゃなくて。つまり、これは iPad の画面がプロジェクターの方で投影されてるわけですよ。 だからスマホの画面を投影することができるでね。で、以前も、はいえー、こういうツールを使わなくてもですね、iPad とか iPhone とあのプロジェクターを優先ケーブルでつなぐことによって投影することができるんだけど、これはあの同じようなことができるわけですね。そうすると今までは、そのいろんなね、あの 端子とかケーブルとか持ち歩かなきゃいけなかったんだけど、まあ、これ1個でできるので、結構便利ですよね。ということで、えー、こちらのものが今日紹介したいですね、えー、ものになります。では、ちょっともうちょっと細かいものをですね、えー、見ていきたいと思いますので、ちょっとこれ1回消しましてはい。えー、見ていきたいと思うんですが、はい、こちらをご覧ください。はい。えー、ワイヤレスで PC スマホのですね。 はい、ちょっとざっといきますけど、はい、ここで、ね、見ていきますと、はい、こちらですね。はい、長距離バイルス。これ10メーター飛びますので結構いけますね。なんか10メーターのケーブルを持ち歩く方は大変ですからね。えー、これがいけると,いうことで。こういうふうにくっついてるからね、デザイン的にも、ね、あんまりかさばらないし、そして何よりも、ね、軽い。1080HD 表示ができると。ね。 で、えー、ここにありますように、USB の A タイプ、B タイプあ、A の2つですね。で、SD カード、マイクロ SD。だから、あのー、送信機側なのであの、スマホでも結構だし、何か SD カードとかマイクロ SD のものを投影するということもできるでね。で、えー、受信側の方は、まあ、プロジェクターに大体つなぐと思うので、HDMI か VGA か、まあ、オーディオとかでつないでいくと、ね。で、USB-C は、これ、あのー、いわゆる、なんていうのかな。 あの電源取りだだと思ってくださいここに iPad 足して映すことはできないと思います。はい、えー、そして、はい、こんな感じでね、つ、え、な、ー、いでいけばいいですね。180g ですよ。軽さがね、やっぱりですよね。有線ケーブル 180g で収まないですからね、全然ね、重たくてね、はい。そしてマグネットでさっきのように固定されていますと。 速度が違いますということでね。あの、こう長くね、ケーブルでもそうだけど、やっぱりこう遅延が発,発生したりするんだけど、こういうことが少ないということが出てて、さっき言って10メートル。ということで、はい、えー、スマホとかですね、投影することができるよっていうことが書かれてますね。はい、送信機側がノート PC、受信側はモニターみたいなこともできますよというね。はい、という感じのことで、まあ 対応しているものということで、はいえー、MacBook Pro とか、えー、iPad Pro とかですね、えー、Surface Go とかで、ここに iPhone がないから、iPhone は多分できないのかな。多分あの、ハブを使ってもできないんじゃないかな。はい、ということで、えー、非常に便利なものかなと思いますね、えーまあ。これをリンク貼っておきますので、詳しくはですねこちらの方を見ていただければと思います。はい、送信機、送信機だということであります。で気になる容器。 これ、あの、クラウドファンディングなので、正式にね、または、えー、販売開始するかもしれませんが、もう今終了してるのかなまだ売っている、えー、終わってますね。はい。えー、1万3000円ぐらいとかで、えー、売っていますが、もう終わってますね。ということでですね、えー、今日はですね、プロジェクターにをワイヤレスでつなぐことができるというですね、えー、この端末を紹介いたしました。これでだいぶですね、テーブル持ち上がなくてよくて、 で、HDMI、VGA 両方できますからね、便利になります。インスパイアのことで明日、ありがとうございました。バイバイ。